よいよ、フラッパーが近づいてきたということで、ちょっと僕の動画では、久々の予想動画を、出していこうと思う。このフラッパで、7周年というでかい7周年だから、やっぱ去年のフラパとかは、2、3体くらいの、重心化発表、いわゆるモンストニュースの時にいわゆる2、3体くらい4体くらいだったかな、3、4体くらい、来て、去年が、重心化したキャラが、ガブリエルと、孫悟空と徳川家康、サタンアルファ、敵アルファと、ノンアルファだったんですよね。なのでガブが分岐できて、計6体くらい、重心化発表モンストニュースで来たんですよね。なのでこの7周年で、どのくらい重心化されるのかとか、何が重心化されるのかという予想していこうと思うんだけど、7周年だから、そう7周年だから、で一番みんなが目つけてるのがやっぱ、20時からの降臨アンチテーゼなんじゃないかっていう。でいろんな人の配信を結構見に行ったりすると、やっぱね取られてるんだよね。こう軍悪にね、やっぱ今では結構仕事取られてるからメタトロンなんじゃないかって結構言われてるけども、おそらくメタトロンではないと思う。これはねこっからは個人的な案なんで、期待は、しないでいただきたいと思います。そうなんじゃないかなってね思って聞いていただければなと思います。で、さっきも言ったけどメタトロンなんじゃないかって思ってる方が結構多くで、僕はメタトロンではなく逆にダッキーの時代がなるんじゃないかっていう。ダッキー重心化回になって、ダッキーって今重心化な、重心化回だっけ、重心化だよねだよね、重心化だよね。でダッキーの重心化回が、アンチブロックをもらってマインスイーパーをもらえばめちゃくちゃ最強になるんじゃねえ説っていう。でそれでアンチが壊れるという、そういう感じなんじゃないかな。もういやこれはねもうダッキーの時代来たね。メタトロンもね別に壊れてもいいんだけど、メタトロン来るんだったら神化の状態で来て、マイン超マインで、超マイン光耐性ブロック S 単色みたいな感じで、で SS がこのワンパンできるやつ、 SS がワンパンできるやつでアンチテーゼをワンパンできれば、かっけえなみたいな感じだと思うね。ただなんかいろんな配信を見に行ってるとメタトロンだとなんかもったいないなって結構言う言葉が多く、メタトロンではないのかなっていうのは、感じるね。メタトロンではないのかも。でなんかハイトクピストルズも、重心化来るんじゃねとか、言われてるんだけど、ハイトクはね
あ、結構来そうだね。あの背徳も来そうだし、まああの静か御前、いや静か御前はどうなんだろうな。静か御前とかもね一応言われてたんだけど、静か御前とかも、まあ重心化してるし、重心化返してもいやなんか背徳俺持ってないんですよね。だから背徳するあの来るんだったら、あの俺課金しなきたくないんですよね、あまり。ほらね、あの背徳ピストルズがね、あの結構強いと思うんだけどね、結構ねこれ古いと思うんだよね、うん、あの古いと思うし、でこれあれじゃん、ビーラーあの究極で結構強いと思うんだけど、でこれねあのビーラー神化で結構強いんだけど、あのまあ正体は普通に強いんだけど、あの背徳重心化しても、いや持ってない、これはね狙って引かないと出ないから、結構持ってない人からしたら結構辛いね。でまあ古いというか、あの、まあ、やっぱ結構強かった思いあれだったという、まあロイゼ、ロイゼも昔ニラカナ適正としては強かったんだけど、ニラカナ適正としてはロイゼの、重心化も、結構強かったし、今はねちょっと仕事があまり長いないから、ここで、重心化しても、重心化回避しても、いいんじゃないかっていうね。でナポレオン重心化回帰だから、ルシもどうなんだろうなって思うんだけど、ただルシはさすがにちょっと早すぎるかなって思うんだよね。でマナとかゴエモンも重心化どうですかみたいな感じで結構聞くんだけど、ちょっと来るというと、マナーゴエモンはまだなんじゃないかなっていう言葉が出ますね。はい。ただ、ラファエルが結構中心化、来そうなんじゃないかっていう、怪しいですね。ラファは、過去にめちゃめちゃ強かったし、今ではモーセの進化とか神化で結構ね、接待として結構強いし、いろんな活躍してるし、ニラカナ適正としても強いしから、ラファエルの仕事も結構取られてるから、ラファエルね重心化会社として、でここからねラファエルの仕事を挽回していくっていうのもありなんじゃないかなっていうね。ラファエルも、いいんじゃないかなって思うね。で、ブラフマーも、そろそろ、重心化回とかもしていいんじゃないかなと思うね。8の極で結構当時は結構使われてたんだけども、ヒロアカコラボの時のデクが、存在してから、ブラフマーを使う人がもう少なくなってきたから、ブラフマーね仕事がもうなくなってきたから、でここで、ブラフマー重心化解をさせて、ブラフマーの強さをね、ここで、まだ強いんだぞっていうのを、ブラフマーの、強さを、見せてあげたいと思います。はい、ということで、ブラフマーもね、結構強かったし、かなり前に情報修正というものが入ったんで、来ない確率の方がちょっと高いのかもしれないけども、来たらいいんじゃないかなっていう。で、このグネビアもね、当時はアバロンとかで使われていたとか、僕ではニラカナ適正だったとか、結構ね、めちゃめちゃ強かったし、でもこれも、今でもニラカナ適正として結構強いんだけど、グネミアも、強いから、
あのこれをさあのソロモンみたいな感じの友情にしたら結構やばいんじゃないかなっていうことで、グネミアも獣神化として結構獣神化したら友情半端ないことになるんじゃないかなっていう、もうねこれもね、あニラかな適正接待として、まあ、結構使われるんじゃないかなと思います、はい、でコラボもね、まあ、結構激アツコラボみたいな感じで、コラボも結構期待して楽しみにしてますね、はい、そんでは明日あたり、モンストニュース、18時くらいにモンストニュースということで、結構長めの1時間半くらいのモンストニュースだから、まあ、結構かなりのキャラ発表されるんじゃないかなっていう思うね。そんでは、モンストニュース明日楽しみに、配信を見ていこうと思いますということで、それでは終わります。ごきげんよう。